かちょっとヘルシーなメニューを出しているカフェとかを行きたかったんですけど、ちょっとね、あの行ってみたらね、工事しててやってなかったりとか、定休日でやってなかったりとか、あとなんか潰れてたりとかでことごとくダメだったので、ちょっとあのインスタグラムで人気のカフェを今日はちょっと行ってみたいなと思います。ぜひ最後までご覧ください。私が頼んだのはホットティーと、これサラダプレートです。サラダのプレート頼みました。いただきます。あー、温まる。うん、おいしい。じゃあ食べよっか。いただきます。いただきます。ここにいちごが入ってる。次行くところはちょっと遠いんだよね。うん、駅から歩くので。本当はバスの12番に乗りたかったんですけど、なんかぐるぐる回っても見つからなくてタクシーに乗りました。帰りはバス見つけられるかもね。うん、頑張ろう。うん、車で12分ぐらいです。レッツゴー。うん、そっき豆乳みたいな、そのヘルシーっていうか、いいもの、体にいいもの。おしゃれ。かわいいよね。なんかこれとかもおしゃれじゃない？おしゃれすぎる。迷っちゃうな。豆乳きなこぜんざい美味しそう。でもこのおじさんがいい。多分大仏なんだよ。クッキーかわいいよね。買いたくなっちゃう。ちっちこれかわいいんだけどね。かわいい。おしゃれなんですけど。おじさん。Wi-Fi もしっかりありますね。デジカツがこれ限定。ちょっとね、買っちゃったんですよ。これ豆乳ボンソイってなんか豆乳らしくて、これとあとこれがコーヒー、カフェオレのなんか元になるやつみたいで、これとこれでお家でカフェラテにして飲もうかな。カフェオレか、キャフェオレカフェオレにして飲もうかなと思います。で、これが観音様のなんだっけ、カフェラテ、カフェラテかな。大人のカフェモカ。あ、カフェモカだ、そうそうそう、カフェモカです。いただきます。美味しい。めっちゃ美味しい。スコーン、うん、うん、うん、美味しい。サクサク美味しい。結構かな、なんかでもこういうのも取らないよね。うん、スコーンって美味しいよね。うん、しかもさ、これさ、ちょっとさ
パッサパサじゃないよね。うん、中がね、もちもちなの、うん、外がカリカリ、中がサクサク、間違えた外がサクサク、中がもちもち、買って帰ろうかでもさ、めっちゃいろんな種類あったから、マフィンとかも絶対美味しいね。はい、ということで観音カフェでした。観音コーヒーだ、お土産もたくさん買っちゃったので大満足です。ここのカフェはね、1年前ぐらいにできたばかりの、すごい出来たてほやほやみたいなのですごいね、店内もすごい綺麗だし、一人でねコーヒー飲んでる人とかも結構多かったので、なんか勉強だったりとか、一人でフラーって売りたい時とかにはいいかもしれないです。ぜひ皆さん行ってみてください。今日は2つのところを回ったんですけれども、次はまたなんかいいカフェがあったらまかちゃんと旅に出たいと思いますので、皆さんお楽しみに。